どうも黒さ,んですさて今日は第4回ホームリーディング講座ということで三日坊主にならない方法というテーマでお話ししていきます。 前回の講座のおさらいをするんですが第2回第3回目のホームリーディング講座の内容では1日5分本を読むことを3日続けてくださいと僕はお伝えしましたで僕のホームリーディング講座を見ていただいた方からよくあるご相談事がたくさん来ましたその相談事が共通しているものでしてそれは何かというと読書が続かないという相談でしたでこれは読書に限った話じゃないんですけど日記早起き禁煙ダイエットとか誰もが一度は短期間で辞めてしまった経験ってあると思うん で、僕もこれまで仕事を転々としてきて、3日で辞めた会社とかもたくさんあるので、3日坊主で辞めてしまう気持ちはすごくわかります。で、読書習慣を身につけたいけど、読書が続かないっていうのも、これもあるあるなんですね。なので、今回は3日坊主にならない方法っていうのをお伝えしていきたいと思います。まず、3日坊主っていうのは何なのかというと、シンプルなんですけど、飽きてしまうということです。まあ、それに対して何らかの刺激がなくなった時が辞める時で3日坊主になる時ですね。じゃあ、3日坊主にならないためにはどうしたらいいかというと、ゴールを 設定することです例えばダイエットを例に言うと なんとなくダイエットをするよりは、いつまでに何キロ痩せるってゴールを設定することです。すると今週何をしたらいいかなって考えて、今日これをやるべきだなってこれからやることが見えてくるんですね。で、結果ゴールに向けて行動していくので、モチベーションが続いて三日坊主ではなくなるということです。で、これぜひ覚えてほしいことなんですけど、なんとなくの行動だとなんとなくの結果しか得られないんですよ。まあこんなもんでえっかって行動していると、そんなもんの結果しか得られないんですね。なのでしっかりと自分なりのゴールを設定してあげて、 そこに目指していくことがすごい大切です。って言っても最初からゴールをしっかり設定するとなんかしんどいですよね。なので最初は気楽にゴールを設定していくことをお勧めします。例えば本で言うと、漫画を読むときはストレス発散するために読むっていう小さなゴールを設定してあげる。小説を読むときは人物の描写を学んで人間関係に生かすために読むって小さなゴールを設定してあげる。自己啓発書を読むときは今自分がチャレンジしていることに役立てるっていう小さなゴールを設定してあげる。本を読むときは自分なり のゴールを設定してあげて今自分がやってることやろうとしていることのその先の自分をイメージしていくことこれが三日坊主にならない方法ですで、人は自分がイメージした通りの人生を歩みますまあ、楽しいことをイメージすれば楽しい人生になるしネガティブなことばかりイメージすればネガティブな人生になります選ぶのはあなたですただ僕は自分自身の幸せに繋がる生き方っていうのをしてほしいとは思うのでぜひこの動画で気づいたこととか参考になったことがあればできることから実践してみてください では第4回ホームリーディング講座のやることをお伝えします。第4回目のやることは本を読むときはゴールを設定する。例えば漫画を読むときはストレス発散するために読む。小説を読むときは人物の描写を学んで人間関係に生かすために読む。自己啓発書を読むときは今自分がチャレンジしていることに役立てるために読む。本を読むときは自分なりのゴールを設定して読んでください。で、ゴールを設定した後は今自分がやってることやろうとしていることのその先の自分をイメージしてあげることそうすること。 で未来の自分のイメージ作りにもなるので結果モチベーションが続いて三日坊主にはならなくなりますぜひ自分なりのゴールを設定してできることから実践してみてくださいでは次回のホームリーディング講座でお会いしましょう ご視聴ありがとうございました。ホームリーディング講座では様々な本に関する情報を発信しています。本の読み方、本の選び方、速読方法、成果の出し方など、あなたに合った読書習慣がきっと見つかるので、ぜひチャンネル登録をして何度も見て学んでください。それでは次回の動画でお会いしましょう。